中の5分前は非常に本田さんにとってすごく実験的な小説だと思ったんですね。サイド A サイド B という、2つの時間の流れがあって、で主人公がの男の人が、2人の、双子ですね、双子の美人姉妹に、翻弄されると。そして僕自身が演じたキャラクターが、彼はとても優しいんですけども、その優しさゆえに自分でも気づかないうちにどんどん乱れていくというか、上海で、時計修理の職に就いていて、でとても時間がゆっくり流れている中で過ごしている彼のライフスタイルの中に、ローランという、双子のお姉さんの方が飛び込んできまして、そこから彼の人生というかライフスタイルが徐々に変わっていくという。絵に映し出されている上海の風景だったりとかっていうのは、普通に例えばこういう部屋の中にいたとしても日本とは違って少し若干暗いかなっていう印象を持ちました。どこ行ってもそうなので、もちろん撮影現場でも。なのでこうその光の弱さだったりがこの映画にはとってもマッチしてるんじゃないかなっていう、伝えたいものだったりとか世界観にとてもいい影響を及ぼしてくれる上海の街並み。お互いすごくどっちかというと照れ屋だし、すごく真面目。多多关照，很喜您，我很高兴。中文很好。谢谢。以后尽多多关照。真的没错。ただ真面目なだけじゃなくて、シシンが突然大胆な芝居をする。それにやはりね、妙である彼は翻弄されるんですよ。そのものなんですよね。周りの状況はでもあまり良くなかったんです。というのは音の問題だったりとか、いろいろあったんですよ。本当にこれでもかっていうぐらい邪魔が入ったんですけども、でも彼女は一切集中力をね、途切れないで頑張ってくれたので、僕たちは本当その中でね、彼女の集中力の凄さっていうのを驚かされましたし、スタッフ全員、そして僕、彼女のその力というか負けないっていう気持ちを演技で見たので、その日は本当にこう中国人スタッフも日本人スタッフもなんかこうまた一歩一つになれたっていう感じが、まあ勝手ですけどそういう感覚があったんです。そうね。记不下了，就记不下那了。一、三、开，开。请大家一定要看《千叶前的二分钟》，谢谢大家，谢谢大家。